大人の世界にいること。はい、久しぶりの 100m 走なんですけども、ちょうど 100m のオンラインゲームスやってますんで、まあ、急にね、今電源入れたらやってたんで、あ、これやんないとなと思って、早速ちょっとやってみたいと思います。でね、ちょっと今回はガチで、ちょっとね、まあいつもオンラインゲームスの時はガチなんですけども、はるかちゃん使って、本当は別のキャラクターを使う予定だったんですけど、ちょっと、あ、ちょうど今やってるからと思って、記録をちょっと狙っていきたいと思います、今回は。まあちょっとね、本当はオフラインで記録を出すっていう目的で電源入れたんですけども、だからちょっとラグとの戦いっていうのもあるんですけども、まあだからちょっとうまくいくか分かりませんが、その前にちょっとこれ、この時間、今ね、1時半からのがね、夜のね、なかなかね、日中の1時半やってる人いるかっていうとちょっとね、次の日仕事ですしね、まあ多分オンラインゲームするとうまくいかないと思うんですけども、一応今までと何が違うかというと、ちょっと連打の仕方を変えましてね、一応練習では、まあ、9秒前半は出たんです。ただね、後半のスパートをかけずに無理張りもせずに9秒前半が出たんでね、しかも全く違うタイプのテクニック型でも何でもないタイプのねキャラクターで出たんで、これもしはるかちゃんでやったらとんでもない記録出るんじゃないかっていう風にちょっと思いましてね、はい、香港の方来てくれましたんで、はい、なんとかなりそうですね。ただオンラインってことでね、ちゃんと出れるかっていうのがまずそこからの勝負になるんで、オンラインの場合はどうせだったらやっぱりね、オンラインゲームス出したいなって。前回のこの世界、私の中の自己記録もこれもオンラインゲームス出したものなんでね。はるかちゃんこれね、なんでこの格好かというと、まあもともと使う予定だったキャラクターが、ちょっとこの学校なんでね、ちょっとこの学校になっちゃいましたけど。香港か。だとちょっとラグありそうですね。あれ、あーなんだよ、ひどいひどいだねこれ。ダメですね、はい、止まっちゃいましたもんね今。あれひどいな、致命的でしたね。もう一番大事な、いつねスタートしようかっていう時に、はい、ダメですねこれは、はい、厳しいね、この時間ですからね。やっぱりちょっとマッチングしないですね、ちょっと、まあ、この時間なのでね、しょうがないですか。これやめて、はい、オフラインでやりましょう、はい、こっちだとねラグなく純粋にね、能力を発揮できるんで、まず予選はまあ今までの連打でやってみっかな。まずはで準決勝決勝で、ただこのはるかちゃんなんで予選でいきなり世界記録が出るっていう可能性も十分ある、今までの連打なんでね、これはね。大体ここで今日の体調が分かるんですけど、調子が。どうだろう、あれ遅え遅え、なんでそんな遅い。あれ、あーなんかスピード X タイプになってるし、なんで、なんかやったら遅いなと思ったんですよね。そういうこと、なんかスタートももっさりしてるしなと思ったんですよね。じゃあ改めてオリンピックで、一発勝負でやります。ちょっとあまりにもこういう無駄な連打もいっぱいやっちゃったんで、何気にそれで、じゃああれかな、連打ちゃんと、じゃあこれ今までのやつでやっていきますね。まずでもにしても遅かったな、スピード X タイプで。ああ
まあまあまあね、うん、出ますね、はい、大丈夫だ、うん、はい、これ今までの連打で、はい、じゃあニュー連打で、これね、いろんなボタン押しちゃうんですよね、これね、よくないこと、そこのボタンだけ押せればいいんですけどね。あれ全然押せえ。あー、この連打ダメだな。なんかできるときとできないときがありますね。こうスタートも早かったよね、うん、あー、じゃあまあ、じゃあ今まで通りのやり方でやっていくかな。もうこれだとな、もう限界があるんだよね。でももう最後ぐらいちゃんと挨拶してね、いつものはるかちゃんをちょっと。ちょっといつもと違う感じで。この連打でまだね、上を目指せると思うんで、まだ8秒830。ダメだな、やっぱここはこの辺なんだな、はい、というわけでね、ちょっとダメだったんですけども、今回何をしようかと思ってたというと、これです。これちょっと待ってみてくださいね。ちょっとこのキャラクターを作ったんでね、まあ最後に1回だけ走ろうかなと思って、トレーニングモードで。もう散々ね、なんだそっちかよみたいな感じでね、コメント欄でいただいてたんで、もう作っちゃいましたよ、もう、もう遠目から分かりませんかね、もうね、はい、もう分かりますね。ちなみにスピード X 型なんですよ、うん、これ、はい、キリュウさんですね、キリュウくんかな、うん、キリュウくん、元日本新記録保持者の、はい、これかなり似てるかなと思うんですけど、割となんかね、作りやすい顔だったんで、キリュウくん、ちょっとこすり連打頑張ってみっかな、俺。こすれんやってみっかな。あー。ちょっと遅かったね。本物より遅かったね。はい。ちょっと浮かない顔をしてますけど、ちょっといろいろね、ウィキペディアとか見てね、どういうタイプなのかなとかって見てみたんですけども、特にロケットスタートってこともなく、後半型でもなく、まあ普通型といいますか、なんか、うん、そういうタイプみたいなんで、まあただタイプ X 型かな、あ、スピード型になるのかなということで、スピード型にしてみました。まあ本日はね、桐生義秀くんですかね、桐生くんのお披露目という形で、はい、プレイしてまいりました、うん、これでね、だいぶ、うん、この辺も似てるじゃないですか、もうかなりね、うん、かなり忠実に作れたかなっていう感じはあるんですけども、これにね、サニブラウンくんも作りましたし、あとね、ケンブリッジアスカくんと山形さん、あの人はね、ゲーム内に登場しますからね、スーパースターだけかな、あ、トップ、スープ、なんだっけ、トップアスリートとかっていう、そういう称号で出てきますんで、そのうち、そっちはアップデート待ちという感じになってますんで、そうすれば全員揃いますからね、日本の侍が。あ、今、小池くんもいるのか、ただあっちはちょっと、私、あんまり顔をよく分かんないんで、ちょっと今度見てみたいと思いますけども。はい、じゃというわけで、本日はね、キリュウくん作って、あと 100m 走も何本かやってみました。はい、じゃあちょっとラストにね、ちょっと泣きの
もう一勝負ということで、はるかちゃんだよね。本当はね、こすり連打したいとこなんですけど、まだちょっと身についてないんで、今までの連打で、まず。はい。実はこれね、日付変わってまして、別の日にやってます、これ。それが、まあ、どう出るかって感じなんですけど。よっ、お、よし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 、いいですよ、うん、いきなり8秒台出ましたね、メリハリ多分遅かったと思うんですよね、うん、これは問題なかったんですけども、ラストスパートがちょっとね遅めだったんですよ、メリハリが、あー全然遅いですね、はい、これ修正すればもっと縮まれますね、はい、自己新いけますね、これは当然準決勝も8秒台で、いいよ、あれちょっと遅い、ちょっと落ちたか、うーん、ちょっと最後トレーニングモードでやらせてください、もうこのままで終われないんで、ちょっとせめて最後8秒台で終わらせたいな、せめて、そうすればまだ納得がいくわ、もう。あれ？あれ？あれ？遅いか？あ、8秒830か。いやー。あーちょっと待って。この胸張りのちょっと見てみよう、最後。してるなー。ちゃんとしてるなー。あー。ここ限界かー。あー、まぁ、あ、ちょっと、もうちょっと早くてもいいなって感じはありますね。もう一度もうちょっと早くしてもう一回やってみるか結局ちょっと記録更新するまでちょっとやめらんないような感じ、よし、もうこれを最後という気持ちでちょっと最後あの例のポーズ決めてね、最後にあれがもうはるかさんのスイッチになってますから、よし、フライング覚悟でいきますけど、でもなオフラインだからな、そこまで、あれー、あーダメだな、これ限界だな、もう疲労もあんのかもしれないな、もう、はい、8秒台を2本連続で出したんですけどね、ここまでのようです今日は悔しいですけど、スタートも遅いもんな、ちょっと、はい、いや最後はねもう胸張りもねちょっと早すぎるかぐらいの気持ちでちょっと押したんですよ、ほら、うん、完璧にやってますね、うん、それでもこれですから、はい、というわけでちょっと残念ですけどもね、ちょっと擦り連打はなかなか身につかないですね、どうしようかな、もう100は頭打ち状態になってきたな、だんだんな、わかりました、はい、じゃというわけでちょっとね残念な感じになっちゃいましたね、まあ、まあただ一応マイデータのランキングを見ると、うん、まだなんとかギリで、どうだろう、今何位なんだろう、いい加減もう、でもまだこれ300位以内に入ってるってことは、まあ、
相当高いレベルではいるんですよ。295位ですから、うん、このねニュージーランドの方とか香港の方とかね、いますけど、そういう世界の中でですからね、あ、でも この人龍が如くのこれ使ってるこの人に負けてるの悔しいな。8秒823か、ちょっと悔しいな、頑張っていきますよもうね、頑張るしかないというね、最後はそれに尽きるんですけども、ちょっともうちょっとねなんとか自分でいろいろと策を考えてみます。連打の仕方もそうですし、他に何か方法はないか、例えばガラッとテクニック Z 型から別のものに変えてみるとかね、そういう方法もちょっと考えてみますんで、ということで、本日はこの辺で、次回もよろしくお願いします。さよなら。